絵ってフェチシズムの表明じゃないかと思うんですよ。自分はここにグッと来てんだっていうことをバーンって、とっても恥ずかしい作業でも、それが強烈に表現されているものはやっぱり人の心を打つんですよね。膨らみにこうかかっているストラップであるとか、そういうところを描くのは好きですね。鎖骨のなんかこう凹凸であるとか。でもまあ男にも同じものは感じますからね。男の鎖骨を描くのも好きだし、男も女も同じくフェティッシュな部分はあるというか、女性のバストのあたりのこの辺のシワっていうのはもうなんか裸描いてる以上になんかエロい気持ちになりません？それをなんか必要最低限の線でスッスッってやれたらよしってなるんだよね。なんだろうね、このこんなそんなことを喜びに生きてる我らは。我らはね。ワン、ツー、スリー、まんべん。数多くのヒット作を生み出す漫画家浦沢直樹さん、今取り組むプロジェクトがこの漫勉です。漫画家は小さなペン先から壮大なドラマを生み出します。普段は立ち入ることができないその仕事場を密着撮影させてもらいます。浦沢さん、資料も見ず細かい部分までどんどん描いていきます。その技術はどうやって身につけたのでしょうか？日々だよね。日々の暮らしの中にその答えがあるんですよね。人のシワとか本当見てるもん。ずっと、ああ二重顎のシワはそう入んのかとかいうのは本当見てるんだよね。今回登場するのは卓越した表現力を持つ漫画家。古谷うさまるさん、カリスマ的人気を誇る漫画界の奇才です。描く作品は多彩です。耽美的で時にグロテスクな作品から、幻想的でファンタジックな作品、あえてバカバカしく振り切ったコメディーまで、サブカル、アングラと呼ばれるジャンルに踏み込み、人間の暗部を鋭く切り取ってきました。緻密で芸術性の高い描写も人気の理由です。美男子の色気、少女の魅力、美しくエロティックに描きます。今回は執筆の現場に4日間密着することができました。カメラが捉えたのは発見の積み重ねで身につけてきた描写力。そして自由な手法を用いて読者の心を動かそうとする挑戦でした。2週間後、かなりねショッキングな映像を描かれたりする方ですけども、会うと全然違うんですよね。で、あとでもなんかね、読後感がね
妙に爽やかですよね。人柄かな。来た来た。実はバイクが大好きな古谷さん、ヴィンテージの愛車で登場です。いいですね。よし、よろしくお願いします。かっこいい。ありがとうございます。こういうのいいね。古谷さん行きつけのバイク好きが集まるカフェで映像を見ながら2人が対談します。いわゆるアングラなのかメジャーなのかどっちなんだろうっていうのがいつもあったんですよ。それがまるでなんか二重人格みたいに見えるのね、うん、自分の立ち位置がこう探しても見つかんないんですよ。だからもう放棄してるというか。一筋縄ではいかない謎の漫画家古谷うさまるさん、その創作の秘密が明らかになります。これですよ、これ。いつから経ってやってるんですか。これはもう2年ぐらいかな。2年ぐらい経ってやってます。2年前から経って書いてるんですか、はい、あ、こうですね。おー、サンダーバード。かっこいい。お尻を乗っける椅子をね、あのロックンローラーのマイクスタンドみたいな。そんな感じです。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう撮影します。作品は女子高生に殺されたい、殺されることに性的な欲望を持つ東山、多重人格の女子高生真帆、二人を軸に人間の心の闇を描くサスペンス作品です。人物のペン入れを始めます。多重人格のヒロイン真帆が自分の中にいる人格香織と心の会話をするシーン、表情で人格の入れ替わりを表現していきます。ほぼ丸ペンですか。そうですね、なんか細いので絵を隠さないじゃないですか、画面を、はい、それがこう気に入ってるっていう一番の理由ですね、うんうん、あの刺し方もあっさりじゃない、ググって奥まで入れてないじゃないですか、うん、そうですね。あ、それは画面が見えるためね。そうですね。細いペン先を長く突き出して使うことで絵をなるべく隠さずに描くんですね。これはだけどずっと表情描き分けが大変だね。こういうところはそのやっぱなんか 絵描きとしてのなんか、うん、はい、あの腕が問われているというか、うん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 、一コマ単位で表情変わるっていう。表情はだけどミリ単位で変わっちゃうじゃない。そうなんですよね。あって本当ペン先 ミリちょっとなった時、あ、違うってなる。顔がちっちゃくなればなるほど 0.1 ミリ単位の作業ですからね。そうだよね。うん、だから丸ペン使うんでしょうね。なんか 0.1 ミリ単位の作業には適してるというか。あ、そっか、うん、そうかもね、うん、モンスターって最後の方ほぼ丸ペン一本。あ、そうですか、うん、やっぱあれもその心理描写がかなり細かかったから。 それかもしれないね。ですかね、うん、でもこれだけの表情を描く場合は相当逡巡があるはずだけど、割と一発で決めてる感じするけどね。要所要所決めていくんですね、うん、目尻の位置、はい、目頭の位置、うん、口の口角の位置とか、そういうのをこうなんか簡単に言うと点で打ってそこを結んでるっていうような、はい、そんな感じかもしれないですね、うん、
表情を描くってどういうことなんだろうって、今でも悩んでますからね。口角が上がる下がる、これなんかもう口はだからちょっと口角が上がってすらいるね。そうですね、うん、でそうすると少しこう魂の叫びみたいに見えてきたりとかいうのは、そういうのはこう説明できない、うまく言えないんですよね。ヒロイン真帆の感情が溢れる瞬間を描きます。ほぼ同じ構図の2コマ交互に描き込み、微妙な変化を表現します。古谷さんは細部を質感たっぷりに描くことで人物の魅力を伝えようとします。風のそよぎであるとか、シワの変化であるとか、微妙な動きを出したい、読んでる人は気づいてくれて、なんかその余韻を深めてくれたらいいなとか、さわってこう、さわって感じが出したいんですよね。宇佐丸さんは1968年東京都八王子市生まれ。少年誌をほぼ全部読んでいたほどの漫画少年。さまざまな作品に影響を受け漫画を描くようになります。うまい。うまくないぞ。この西部劇のあれは手塚さんですよね。そうです。あ、東さんだ。あ、ドラえもんさんもいます。います。アトムもいます。高校生の時の文化祭のパンフレット、みんなに気持ち悪いって言われた。あ、もうでも今の、はい、もう丸尾先生の影響を受けた頃、その後美大に進学。しかし一度絵から離れ身体表現の世界へ。演劇部に入り役者を経験します。さらに前衛的な暗黒舞踏の世界にのめり込みました。卒業後は高校の美術教師に。その傍ら立体作品などで表現を続けます。しかし迷いを抱えていました。まあ、自分はこのままこのアート活動を続けてて一生涯に一冊でも本出せるんだろうか、なんか先が見えない、自分何がしたいんだっけって、でも何か作りたいという欲求は常にあって、もう漫画を描いていたっていうのはまあちっちゃい頃の思い出でしかなかったんですよね。でもその僕はずっとそれを忘れていて、で24、5になって漫画だって思い出したんですよ、はあ、あ、僕漫画だったのって、ああそういえばと。で描き始めてからはもう楽しくてしょうがなくて、あ、落ち着くと思って、あ、もともとそういえば本当絵描くの好きだったんじゃん俺って思い出したんですよね。26歳の時に月刊漫画ガロでデビュー。当時は原稿料なしの掲載でした。その後演劇や舞踏の影響も感じさせるオリジナリティ豊かな作品で話題を呼んできました。絵柄も読む人を魅了しました。目、そして唇、きめ細やかな描写で読者にエロスやフェティシズムを感じさせます。人物の細部を魅力的に描く、そこにこだわり技術を磨いてきました。
ヒロインの全身を描くコマです。で、女性のこのバストの膨らみなんかがシワのくっていうだけで、そうですね、2、3本ツッツでおっっていう時にね、うん、いいシワだねっていう、そこって特に力入れて描きますよね。 T シャツを着ている女性のバストのあたりのこの辺のシワっていうのはもうなんか裸描いてる以上になんかエロい気持ちになりません？あるね、ありますね。 そう、それをなんか必要最低限の線でスッスッってやれたらよしってなるんだよね。なんだろうね、このこんなそんなことを喜びに生きてる我らは。我らはね。そうですね。シワ僕大好きなんですね。なんかやっぱりシワ描いてる時が一番楽しいんじゃないかなって思うぐらいシワが好きなんですよね。わ、うん、かる。人のズボンを見ててひし形のシワが重なったようになってるっていうのを発見した時に、はい、そのひし形のシワ あれはすっごいある。あのワイシャツのこことかね。そうできますよね。ひし形のシワがある。はい、なんだろうね、あのシワに対する関心は。うん、シワと手なんですよ僕。ああでも浦沢先生の手なんか物を持つときにこう持つんじゃなくてこう持たせるじゃないですか。わかります、斜めに、はいはいはい、あれはなんか見たときに、うん、はぁって目から鱗。はぁ斜めだわそういえばって気づいた時の、まあ、僕ら絵描きのその気づきの喜びみたいなね。うん、そうですね、うん、涙もね、涙もどういうふうに描けばいいのかってもう何度も何度もいろんなこと考えるよね。僕もこうやって話してるうちでも浦沢さんの後頭部の形とか気になってしょうがない。後頭部がすごく綺麗な形してるなってさっきからずっと思いながら話してるんですけど。そう、あの絵描きはそんなんですよね。絵描きはずっとそんなこと考えてますよね。うん、なんかやっぱりその発見の集積なので、うん、僕がその漫画を描くのを休めないのは、うん、そこが一番大きくて、はいはい、休むと多分半年休んだらその集積のうちの何割か忘れちゃうだろうなって思うんですよ、はいはいはい、だから休めないっていうのがあるんですね。なるほどなるほど、それは本当にそうですね、うん、2日間にわたって細かな描写を積み重ねました。一連のシーンがようやく完成です。0.1 ミリ単位でペン先をコントロールし描いた表情、発見を積み重ねることで身につけたこだわりの細部、古谷さんの表現力が存分に生かされたシーンが生まれました。古谷さんは今もう一つ作品を連載しています。高校の生徒会長選挙を舞台にした定一の国です。これから描くのは主人公定一が理想の国を思い浮かべるシーン。たくさんの動物が取り囲む幻想的な見開きです。古谷さん、この絵をつけペンではなく鉛筆で描こうと考えていました。まずパソコンでペンタブレットを使って当たりを描きます。描いた絵の大きさや位置はパソコンで調整できます。
って角度変えんだ。そう、猿の角度変えて大きさ変えたりとか、まあこれが一番コンピューターの一番いいところは僕はこの当たりにあるんじゃないかとすら思っていて、ね、うん、その動かせるという、うん、見開きのデザインはこのコンピューター上でやるのは本当にいいね。実物大の白い紙をのこうでっかいのを目の前にすると途方に暮れるもん。そうですね、ああどうしようって思うよね、うん、試行錯誤できますからね、うん、あの動かしたり、うん、いや、これやろう、勉強になるな。印刷したあたりを下に置き執筆開始です。これ画用紙ですね。画用紙です。普通の漫画の原稿用紙ではなく画用紙。画用紙です。紙の質感が鉛筆線に出るので、ザラッとした感じが。ザラッとした感じがね。はい、古谷さん見せ場結構鉛筆で仕上げますよね。はい、鉛筆が好きなんで、すごく自分の感情がそのまま乗ってくる感じがして。うん。シャーペンの芯って、ね、何使ってるんですか。大体 2B か 3B ですね。最近 4B かな。 4B までいっちゃう、はい、筆圧が弱いので、はあ、以前筆圧が強くて腱鞘炎になっちゃったんで、そこから筆圧コントロールを練習して、はい、軽く書く癖をつけたので今 4B で。僕も最初の頃ね、デビュー当時こんなに長い時間ずっとペン握ってたことないぞって状態になるじゃないですか、はい、食事の時間になるとさ、また右手でお箸持ってるじゃん。あんなにペン使ったのにまたお前はあの右手お前使う、左手何やってんだってなるじゃん。同じこと僕は思ってますね、うん、この後出てきますよ僕、うん、左手で書くのが。え？左手で書く？出た、こういうとこですね。出ました。左手で書く練習をじゃあしたの。草とか、うん、自然物は、はいはいはい、両手で書くと早いってことをアシスタントがいない時に発見したので昔。逆にあの自然物って、作為が入らない線の方がいいじゃない、はい、だから右手だけの方が結構綺麗な線になっちゃうので、うん、左手が入ると思っても見ない線が入るといいんだよね。両手で描くってすごい技術ですね。さらに新たな道具が出てきました。鉛筆の芯がむき出しになった筆記具、芯ホルダー。これを使って太めのタッチを入れます。続いてその芯を削り出しました。これは鉛筆の芯を削って粉にして、これを水に溶いて薄墨にしてるんですね。はあ、でこれは乾くと練り消しで消えるんです、うん、あそうか、うん、鉛筆の芯ですから。だから あと乾いた上からティッシュでこすればぼやける、はい、ムラがなくなるんです。パステル的な。そうですね。あこれやります、はい、これ流行るよ。流行りますかね、うんこれは後で消せるし、ね、はい、うん、濃さを調整できるので。これ打ち替えたら早速やるね今日僕。やってみてください。楽しいですから、うん、
鉛筆だけでも様々なやり方を駆使するんですね。この作品定一の国は間もなく連載終了を迎えます。陰謀と裏切りが連続するドラマ、高校生たちの争いを描いてきました。物語の山場、定一は原点に立ち返り理想の国の姿を思い浮かべます。その純粋な感情をこの見開きに描こうとします。古谷さんの作品は相当エキセントリックにな表現とか、はい、そこまでいくか、そこまで書くかっていうことを書くときもあるじゃない、はい、ライチなんかそうですよね、はい、そうです、うん、はい、でもなんか読後感が爽やかというか、はい、どっす暗いところに着地していくっていう感じがあってもおかしくないような作品がなんとなく爽やか、うん、僕ね、そのあんまりそのなんかアングラなものを描こうとか、うん、そういう意識がそんなにはない、うん、ないですよ、うん、僕そのあんまり血の出る映画とか見ない。あ、そうなんですよ。そうなんだ、はい、でもそこまで描かないと伝わらないものもあるなとは思うんですよ、はいはいはい、この作品の表現にとって何が一番いいのかっていうふうに考えるのが一番なので、うんうん、描きたい作品をどういう表現で描くべきか、古谷さんは毎回一から向き合い描き方や道具を考えます。そして漫画の常識を覆すような手法に数多く挑んできました。漫画家さんってプロデューサーがいて監督いて脚本いてっていうところのその先に絵描きがいる、ね、そうですね、うん、本当なんか一番下っ端というか、ね、下っ端だよね、絵描きね。これこの絵だってだでしょ、最初の段階で絵これ描くんすかって絵描きは、うん、思いましたね。もうなんか何思いついてんだっていうため息が出ましたね、これ、一番なんか無垢なさ純朴な子が絵描きでね、そうなんです、うん、何も知らないね、なんか騙されやすいんですよ絵描きは。でプロデューサーなんて山氏みたいなのがちょっといて、そうそうそう、本当そういうとこありますよね。そう、フルちゃん大丈夫大丈夫描けるってみたいなそういう感じなんですよね。いるシャンシャンとね、見渡す限りのデモ隊がですねとか言ってるんですよ。さ、全くその時に絵描きのこと考えてないんですよ、ね、考えてないですよね、本当に。本当憎みますよね、過去の自分を、ね、はい。でもそうなったらどうやったら自分が楽しく描けるかっていうのか、うん、逆にね、そう、もう頭を切り替えるしかないっていうか、そうそうそう、人をびっくりさせてやるぞとね。そうそうそう。漫画家の中にある絵描きとしての純粋な部分、それが大変な執筆を支えるんですね。仕上げにはなんと 7H の鉛筆を使います。とても薄い鉛筆です。さらにパソコンでの焼き込み作業、描かれた線や影の濃さを調整します。
執筆開始から8時間。鉛筆のさまざまな手法を用いて、ついにこのページが完成です。どんな手法で書けば伝えたいことを表現できるのか、徹底的に向き合うことで身につけた技がこの一枚に詰まっています。続いてのページ、古谷さん、執筆前から気合が入っていました。これは定一の国最終回最終ページですね、はい、最後なんで一応気合い入れてなんと6年間の連載を終える最終回の最後のコマを撮影することができました。見開きで書かれた定位置に富士山、雲、太陽を重ねます。しかもそれぞれをすべて別々の手法で書こうというのです。まずは富士山、取り出したのは半紙、習字に使う紙ですよね。筆ペンを使ってかすれを表現します。先に最終ページ書いてる。そうです。あ、そうなんだ、はい、へー、あ、それは面白い書き方だね。でもこれ最後に取っといたら不安だよね。不安だし、うん、あの疲れ切ってる時に書きたくないんですよ、うん、こういうの、あのもういいや全部ペンでってなっちゃいそうなんで、はいはい、うん、できたらあの最終ページだし、うん、ちょっと、うん、なんだこれはというのをね、自分でも上がるような画面にしたいなっていう、うん、続いて黒のカラーインクを使います。にじみをコントロールしながら山肌を描きます。水墨画のような富士山ができました。次は太陽、何を使って描くんでしょうか。選んだのは丸を描く定規と鉛筆です。鉛筆で、太陽は鉛筆にしようと、うん、そうか、レイヤーを使うといろんな手法を重ねられるんだね。そうですね、なんかレイヤーで重ねようと思ったけど、どういう表現でどう描けばいいのかなっていうのをずっと保留にしたまんまだったので、うん、ずっと悩んでましたね、うん、手法的に、ね、そう、手法的に富士山は何で描いて太陽は何で描いてとか、ただ普通にペンで描くのじゃ面白くないっていうのだけは決まっていて、定着液をスプレーし鉛筆が消えないようにします。その上から鉛筆の芯を水で溶かしたもので塗ります。ちょっとこういうマチエルをつけたかったんですね、うん、こういう、うん、何でもありだね、なんかね、うん、続いて画面を横切る雲、結構厚手の、うん、
すごいなんか繊維が入ってるようなこう、そうですね、和紙ですね、うん、これをどうするの、どうしようと思ってるんですね。今これちぎったらどうなるかなっていうのを実験してみて、あ、これは無理だ、コントロールできないと思ったところですね、これは。頭の中のイメージを形にするため試行錯誤が続きます。マーカーで雲を描きます。その部分をパソコンで貼り付け和紙の質感を生かすことにしました。何やるにしても確信を持ってやってないんですよね。やりながら、うん、いいのかなこれでっていうのを常に持ってますね、うん、でも前やった手法で片付けようみたいな、あんまりそういうあの安易な方向に行くと自分がつまんなくなっちゃう。そうですね、なんか自分のそのうまさに自信がないというか、自分の絵に自信がないからいろんなことをやってみることによって、うん、なんかいい絵ができるんじゃないかというなんかこう、まあ、もがき苦しんでるといった方がまあいいのかもしれないですね。最終的にはやっぱり絵を見てもらっておーっていう声が上がるっていうのを、うん、自分ではその期待して描いてるからね。そうですね、うん、最後はガッツポーズをする定位置。細部にこだわって線を入れていきます。古谷さんはかつて一旦絵の世界から離れ26歳で漫画に戻ってきました。原稿料なしからの再スタート、これまで独自の漫画を生み出す挑戦を続けてきました。よくまあそういう漫画家になりたいっていう人がアドバイスを求めるってくるんですけども、まあそのまあ描ければいいじゃないかっていう、うん、漫画の成功例なんて雑誌に載ったことなんですよ。で 何かの人に見てもらったって、ね、まずそこに立ち返らないとね、うん、本当になんかギャラが出る出ないとか全然関係なく、うん、もう乗ってるだけで嬉しくて、ね、うん、それより以前はあの自分でお金を出して展覧会場を借りて、うん、それで自分でダイレクトメールを吸って、うんうん、まあ、それに比べたらただで発表できてるっていう、はい、ことのありがたさ、うん、ただの上に何千人何万人って人が読んでくれてるという、うん、その感動っていうのはすごいありましたね。悩みながら表現活動を続けたあの頃、今古谷さんには個展を開けば集まってくれる読者がいます。仕事場の壁にびっしりと貼られた読者からの手紙。挑み続ける古谷さんを支えます。大体苦しいんですよ。大体めんどくさいし、うわこれやりたくないなっていうページばっかりなんですよ。でもやっぱり読んでくれてる人がいるから頑張ろうって思いますよね。
ようやく絵が揃いました。パソコンで一枚の絵に重ね合わせます。デジタルを使ってとってもデジタルっぽくない画面を作るっていう、うん、いいね。どうやって描いたんだろうって思うよね、これ見たらね、うん、うん、このページの執筆開始から5時間できた。ついに6年間の連載を締めくくる見開きが完成です。自分を支えてくれる読者に驚きと感動を届けたい。古谷さんの挑戦、そして願いがこの一枚に込められました。ふざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるのが下手くそで道を覚えるのが苦手。物に取り組む姿勢がね、やっぱりいいですね、うん、なんか柔軟な感じがして、うん、いやーなんか欠けてないなって、もっと上手くなりたいなって思いましたね見てて自分にないものっていうものに対するコンプレックスみたいなものは常にあるしね、うん、亡くなりたいなと思いますね、うん、まあ絵描いてる人はずっと絵が上手くなりたいって一生そう言って終わるんだよねきっとね、うん、笑いながら泣いている。